まゆみさん、久保です。こんばんは。いつもお世話になっております。今回ご連絡いただきましてありがとうございます。まあ、自己アフィリエイト、その他のね、売り上げが出ているよってことですよね。自己アフィリエイト、本当に素晴らしいと思います。で、肝心なのは自己アフィリエイトを自分でやることをずっと続けちゃうと行き詰まるんですよ。まあ、行き詰まらない方もいますけどもね。で、これからの方法は2つです。自己アフィリエイトを人に教えることを事業にしていくってことが1つですよね。でこの場合は集客をしないといけないってことがありますよね。まあ、ですので、YouTube とかで露出していくことになると思います。でもう一つはですね、この自己アフィリエイトを進化させてアフィリエイトにしていくってことです。これはサイトアフィリエイトとかね、SNS アフィリエイトとかメルマガアフィリエイトっていういろいろありますけども、結構きついです。私が2013年に取り組み始めたんですけども、すでにその時で数百個とかね、場合によっては1000個みたいなサイトが量産が必要でした。今はね、量産してもうまくいくかどうか私自身がやってないんで何とも言えませんけども、なかなか厳しいんじゃないかなと思います。量産するサイト作戦か、それともすごく濃いね、濃いブログを作っていく、濃いサイトを作っていくみたいな方法があるかなと思います。まあその時はまた相談しましょう。とにかく今日はね、1万5千円稼げているっていうことと、あとね FX ですね。まあ、自己アフィリエイトはね、こうやったらこういうふうに売り上げが上がりましたってことを、まあ、どっかにね、Facebook とかに貼るのが望ましいんですけどもね。私の場合は、最初にやった自己アフィリエイトの、その、売上ですよね。売上をスクリーンショットにして、Facebook に3日連続で、貼り付けました。で、これ、インターネットでアフィリエイトで売上を上げたんですけども、知りたい方は、お問い合わせくださいって形で連絡を待ったみたいな形ですよね。で、速稼塾の塾生さんの中で同じ方法を取ったんですけども、連絡くださいって言ってもなかなかもらえなかったんで、今日はカフェに一日中いますんで、よろしかったら会いませんかみたいなメッセージを定期的に発信するような人もいましたね。その他はセミナーをやりますって言っていきなりセミナー集客して、誰も来なかったら一人で誰も来ないセミナーを録画して、その録画したコンテンツを売るみたいなね、ことをしてましたね。まあまた相談しましょう。とりあえず今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。